皆様おはようございます。黒バラ軍団のリノです。さあニュージェネレーションシーズン2開幕でございます。前回ですねフェアニーさんがご卒業という形になりました。僕はですね実は寂しくて枕を涙で濡らす日々送っております。人間というものはですね一人で生きていくこと難しいでございます。ということで今回からですね新しい相方の方来てくださっております。ご紹介いたしましょう。現役 JK 宇佐美ペロリナさんですと現役 JK こと現役地獄警備員の宇佐美ペロリナであるリナ殿よろしくお願い頼もう。あチッスお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくあの頼もうからお願いいたしますってめっちゃ敬語になったんですけど、ちょっといろいろで聞きたいところがあるんですけども、この現役その JK、はい、JK ってまあなんか格好とかもそうなんですけど、まあセーラー服と言いましょうか。そう。JK は何なんですか。JK というのはまあ地獄警備員。はい、JK が女子高生だけとは思うなよ。そうです。地獄警備員のやつ。ちょっとなんか。偉そうな感じじゃないですか今。偉そうな感じなんですけど、ペロリナさんは おいくつなんですか。はい、なんか見た感じ。5万18歳だ。5万18歳。うん、それはイコール18歳ってことなんですか。いや全然全然5万年間の眠りを経て、まあ、目覚めたわけであるが、まあ人間的に言えばまあ、はい、どうだろうな、まあまあどんぐらい言ってもいいですか。若い方かな。若い方。朝僕、うん、初めてお話ししたじゃないですか、うん、変身してきたって言われましたよね。変身してそりゃやっぱりこの格好からね、うん、この辺一人で歩いたら頭おかしいやつだよじゃあとりあえずこの収録が終わった後にもまた変身して帰られるんですか。そうだな。まあやっぱめんどくさいからな目立っちゃうから。あそうなんですね。やっぱ人間に忍ぶ術は持ってるから、うん、ほう、うん、でなんかちょっと一つ気になったんですよこの格好で。お、どこがかな。この角っていうのは何でできてるんですかこれ。なんかめちゃくちゃこれ、はい、これはね、うん、俺様の大事なところだからね。何でできてるの。え、俺様の体の大事なところなんですか。うん、一部というか。え、じゃあこの先っぽとかね。そうそう。怖い。え、じゃあちょっとなんか胸とかこういうのやめてもらっていいですかあのここやると、ちょっと俺が悪いやつみたいになってるじゃないですか。セクラクス野郎みたいになってるじゃないですか。ちょっと大事なとこ。ここが一番弱いんですか、うん、ペロリナさんは。そうだけど俺様はね、はい、包み隠さずこう出してく。いやもうみんなに疲れますよこれからもう言っちゃったから。でも触らない方がいい。触っちゃダメだと。引き弱運がねとてつもなく与えちゃうんですか。そう与えちゃうから。じゃあ僕はなるべく触らないようにはしますけど、仲良くなってったらちょっと触らせてください。なんか先っぽちょっとだけ。ちょっとだけ。いいですか。わかりました。じゃあそれ目指していきます。で、まあこの番組の企画ですよ。はい。知ってますか。前回まで乗り打ちをしてたんですよ。フェアリングすると。はい、で、はい、計6000。トータル3枚数がプラスの11001枚で終了しまして。すごいですね。バンジージャンプを回避したんですよ。で、まだですね、ご褒美すらもまだいただいてません。本当に。本当にもうね、この D ね、ふざけてやがるんです。しかもこの D が実は今日いないんですよ。いないと。なんか違う現場行きやがってシーズン2が始まった1戦目っすよ。いないんすよ。ちょっとあ騙された感じ。リロのそうなんで、いろんなねところその企画の趣旨がわからないんで、うん、どうなんすかスタッフさん、うん、どんな感じなんすか。伝言を預けてまして、はい、伝言があるんだ。今回は3戦トータルでマイナスだったら、うん、バンジーやっちゃおうかって軽い感じで来ました。またなんで参戦っていうのもあるし、なんか軽いし、またなんか決まってないやつでしょこれ。ご褒美も罰ゲームもこんな感じなんですよ。結構グダグダなんですよ。え、そう前回のご褒美情報とかは、あ、まあ5000名すらも分かんなかったっていう、決めてない感じなんで、まあそれでも間違いなく勝ったら何があるんで、で負けたら悪いことが2人に降りかかるんで。なるほど。バンジーは俺様はもう何が何でも無理。
何が何でも無理。地獄 NG。 地獄 NG っていうのが、うん、地獄あの、うん、何でも地獄出しゃいいって話じゃないし、だじゃあ俺も地獄 NG ですよ。どっちかって言ったら、ね、僕本当ダメなんですよ実は。バンジー本当にダメで、見ましたよ別の番組の。あ、見ました、見てくれたんですか。あのリノ殿は本当にかっこよかったあ、グリードですね見てくれたんですね。本当にかっこよかった。いやいや、ありがとうございます。まあ僕だけバンジー飛ぶってことはないと思うんで、しかもバンジーかまだわからないんで、ここはおいおい、またその D に聞いていきましょう。おいおい、ね、だから結局勝たないと、うん、多分バンジーに近い何かが降りかかりますよ。お、虫だったら食べるけど虫なら食べる。いやもう、いや本当、俺様言っちゃうとまずいっすよ。リノ殿が言うバンジーはマジ無理っていう俺様のそのマジ無理は虫に与えるから、はい、あ、そうなんですね、うん、馬虫を食べるしかないあぐらいのだったらやれますよと。さすがにそこはやんないと思うんですけどそれは本当にあのね、めっちゃ弱いじゃん、めっちゃ人気やんフェアリーお嬢様が妊娠されておりましたが、はい、その次が俺様っていうキャスティングがまず大丈夫なのかっていう心配がね。いやでも僕は楽しみでしゃあないっすよ本当にマジでおもろいっすよ。もうこんなにわかスロッターなんですよ俺様本当に、うん、ちょっと大丈夫なのかな、まあ、そこに関しては楽しさを自分なりに伝えればいいじゃないですか。でも、うん、絶対勝ちは目指してくださいね。勝ちは目指したい。目指しながらいろいろと考えてほしいです。大好きだが、はい、そのあたりがねちょっとね心配心配。まあこれは温かい目で皆さん見守ってくださいと。袋叩きにされそうだけど、はい、ちょっと温かい目で見てほしい。僕は守ります。それは大丈夫です大丈夫です。申し訳ないかな、はい、でこの番組って見たことありますか、ピロミさん。はいはい、一応ポージングをして実践を開始するんですよ。そうこのポージングをですね、うん、まあ今回も何パターンかこっちかが出して、まあ、3パターンですね出して、まあ、ツイッターで視聴者の皆さんにこれが一番いいっていうのを採用して、これから次回からね、うん、やっていこうかっていうのを考えてます。はい、でそのポージングを3つ、うん、だいたいなペロリナさんがよくやるような仕草をなんか取り入れたいなと思ってるんで、俺様がよくやる仕草、うん、俺様がよくやる仕草はやっぱりこれ悪魔のポーズ。これ悪魔のポーズだからね。いや、あのアイドル。いや、アイドルはアイドル。アイドルこれでしょ。あ、これっすね。あ、これ。これ悪魔のポーズ。ひっくり返るんだ。悪魔は。うん、あとはなんかあります。これとか。あとはまあ俺その警備員だから。はい。あ、これっすね。ニュージェネレーション。ニュージェネレーション。お、これは。いいんじゃないですか。結構いいっすね。なんかもうめっちゃこう。こんな感じとかね、かっこいい。ニュージェネレーション。あ、いいっすね。これいいっすか。あれもう決まっちゃうこれ。じゃあとりあえずこれ2個目です。まあまずが1個目がこれでしたっけ？これ。そうだな。で2個目がこれ。でもう1個どうしようかな。まあと俺様はよく、うん、まあよくねあの地獄の何々へようこそってやる。あ、だからポーズがニュージェネレーション。あ、ちょっとセクシーなんじゃないみたいな感じですね。まあこれ夏だったらできなくなりますけどね。そうですね。まあ一応でもまあこの3パターンにしましょうか。じゃあいいですか、はい、この3パターン。じゃあこのまあここら辺出てると思うんですけど、まあ3パターンを、うん、まあ僕がツイッターで募集していくので、まあ宇佐美さんもしてください。はい、します。じゃあそれで一番多かったのをまあ採用してやっていきましょう。決めましょうか。でなんか今回に関してはなんかちょっとこれがあったんで、はい、これでスタートしましょうか。お、じゃあこれでいいですか。ニュージェネレーションでいきましょう。行きましょう。ではじゃあ今回もですね、はい、シーズン2初戦大事な戦いっすよ楽しみながらもマジでちょっと勝ち目指しましょう。勝ちたい。はい、ということでニュージェネレーションスタートでございます。頑張っていきます。スタートでございますであるぜ。お、緊張してきた。まあ取れるでしょう。あぶね。どこだ？ツインエンジェル。あった。来ました。
お、前日結構ハマったんだな。ハマった台にしよう。よし。ちょっとね、最初の階段でね、もう息が切れてるんだよな。おざす。おざます。おざす。うわー、ちょ、マジか。取れない。マジか。撃とうと思ってた。デビルマン。悪魔復活取れんかった。え、マジか。あ、やば。お、お、これ。セイントセイヤ 1,2,3,4,5,6,7 する以上、まあリセットがかかってる可能性高いんですけどね。ここのホールさん7する以上、これちょっとリセットか否か見て打ってみますか。ちょっとまあやっぱ勝たないといけない番組でもあるんで、ちょっと打とうと思ってた、デビルマン悪魔復活がね取られちゃってたんで、うん、とりあえずこれ取っておきます。セイントセイヤ海王覚醒でございます。東京都台東区上野にございますサイバースパーク上野店さんは、パチンコ377台、スロット286台を設置、さらに禁煙フロアもございます。ぜひ皆様遊びに来てください。はい、それではニュージェネレーションシーズン21代目でございます。セイントセイヤ海王覚醒、まあちょっと真面目な立ち回りというかになりましたね。できればね、その鎮台であるデビルマンちょっと打ちたいところだったんですけども、またまあ今日が空き台出たら、あとは次回以降ここら辺にね打っていきたいと思います。そしてこの台、設定変更時ですね、まあ、今、変更か否か、まあ、できれば強気であってほしいところなんですけども、変更であればジェネラルバトルのレベルが優遇されますね。だいたい約 25% から 37% で、ジェネラルバトルのパーセントが 70% 以上からスタートいたします。なので変更であってもとりあえず一発ジェネラルバトル入れてみてパーセントを見てみたいと思っております。できれば背負ってやってほしい。で、先ほどゲーム数を当たったゲーム数を引いたんですよね、前日と。そしたら38ゲームぐらいでやめられてるっぽいんで、そのゲーム数と照らし合わせて、まあ、100ゲームあたりの前兆資産、まあ、そこら辺、あとはコスモポイント、まあ、ここら辺を見ながら変更か否か見ていきたいと思います。まあジェネラルバトルに関してはまあほとんどレアからの直撃に関しては広角時のチャンス目、そして強チェリーじゃないとほとんど当然望めないんで、まずは弱チェリーを引いて高額に上げて、そこからチャンス目オーバー強調いく、まあ、ここが、まあ、一番の最短ルートになってくると思います。まあ、あとはまあ高設定であればセントラッシュ直撃っていうのもあるんですけども、まあまあ高設定でも薄い確率なので、まずは変更か否か、ここが本当に大事なところですね。連日38ゲームやめの可能性が高いので、今のこのチャンス目の煽りと重なっちゃってるのでちょっとわからないんで、この前兆が抜けた後に100ゲーム当日100ゲームの時の前兆を見てちょっと変換 しましょう。お、行きましたね。
93ゲーム。ここで2時計、現在99ゲーム。今当日100ゲームいったので、ここからなんですよね。変更であればここから12球いく可能性が高くなります。広角しさなのか全長しさなのか、まあ、変更っぽいですねこれ。明確な前日のやめゲーム数は分かんないんですけども、まあ、当日119ゲームで3口割り12球ですね。なのでまあ変更が濃厚になってくるんじゃないかなと思います。なのでとりあえずは先ほども言ったんですけども、一発 JB 当ててみてパーセント見ていこうかなと。まあ高設定であればジェネラルバトルのレベルも朝一3以上選ばれやすいという特典もあるんで、そこら辺もね見ながらまず一発目指しましょう。青文字130ゲーム発展厳しいかな。これ本当赤文字が1個入るだけでもね、あれちょっと熱いんだけどね、そんな簡単じゃないと思うんですよね。うん、今のチャンスだったんですけどね。はい残念と。本当にゲーム数で当たるのは結構稀なんでね、まあ、今のこの左下の女神が出たりとかするところに、まあ、アンコウとかサメとかこういうのが星座が出れば4、5以上ありますね。今横になんか食パンマンってやつがいるんですよ。おいこっち向けカメラ、ちょおいこっち向け、おい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 ちょ、俺やニュージェネレーションは俺や、パンクの番組やない。なんでそっち向いとった、おいなんや今の、なんだ今の、おいおいマジ、あの気にしときな、勝手に向かれるから、うん、来てよかったと思う。442ゲーム12本、おいいきなりここまで投資いかずに変更のそのまあパーセンを見れますね。 GB のまずは24ゲーム消化して、この最中に継続ストック続くっていう文字ですね、これを取得するとチャンス目で1/8、強チェリーで 100% なっております。これでいこう、なぜか続く、お赤いよ、ええ、もしかしたら朝から 99%、 え、これ来るだろう、あ、続く2個目マジで、何これ、え、あ、来るよな、え、これもしかしたら、うわマジあっちいバトル、これ来た来た、結構パーセンいいと思うんですよね、期待しよう。え、この人誰だっけ、ナパ、あ、カノン、カノン GB レベルが4と5が確定しました。ということは 80% 以上、しかもなおかつ 99% の可能性があるんですけども、そこに関しては表示されてないのは分からずと。 99% って表示されれば、まあ、設定6の可能性も極めて高くなるので打ちたいところなんですけども、まずはちょっともう先頭ラッシュ入るかなんか、ここが大事なんで打っていきます。白ナビ、まあ、ここは継続します。
狙いどころがあのバッチリハマりましたね。よかった。80杯以上ですよ。ここですよ、ここ先生やって言わないから。うわー、しかも強者だったらもう確定ですから。うわー、うわチャンス目なら1分の1かな。あー、ダメか。チャンスアップはなし。あー、でも攻撃が弱い。あれあれ、これ攻撃が強いんじゃないの。大丈夫大丈夫。え、マジでちょっと頼むよ、マジで。え、ということでセイントラッシュ確定いたしました。ここからまあアテナ覚醒はいかんだろう。投資が600枚ね。セイントラッシュ確定、ペガサス覚醒。これに関しては10ゲームの初期ゲーム数を決定する特化ゾーンとなるんですけども、あの7ぞろいかレアーいかないと、まあ、200ゲーム超えるのは結構厳しいんで、7ぞろい、ちょっとここをね、それから MB 目指しましょう。うん、 OKOK、 24。まあなんか目出たよな、ペガサス流星拳。おお、えらいえらい。バラ揃い、いや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 、パン君ちょっ と1ゲーム叩いて、1ゲーム叩いて、あと2ゲームしかないから。オーケーオーケーオーケー、十分です、ありがとうございます。オーケーオーケー、 MB だから次ゲームも続きます。オーケーオーケーオーケー、いいよ、まあまあうまいね。でここでベルいけないんです。あー、終わりかな。オーケーシェイ、あー、オーケー、うまい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 、うめえ、おー、いいよ、うまい、頑張り屋さん。カンパリアさん、おい、7ぞろいしろや。 OK、 来た来た来た、これですよ。そらないんだ。はい、これで終了でございます。240ゲーム十分じゃないでしょうか。させていただくことになったんだけれども、本当にね、あのフェアリンお嬢様の次が
宇佐美ピロリな誰やねんって言うね。本当にね、俺様で大丈夫なのか未だに心配で、今チャンス、葵ちゃんのチャンス来ましたね。これは何かしらのカバンだ、何かしらの演出が強カバン。このタイトル画面の時にプッシュボタンを押してボイスが流れれば確定なんですが、流れなかった。で、テスラちゃんとナインちゃんが、テスラちゃんとナインちゃんがいるとちょっとチャンスアップになります。あ、リプレイ、これはどうかな、ちょっと、ね、見えない。あ、で、はるかちゃんの背景が炎だとまたチャンスアップ。さあ、どうだ。あれからのリールオンで、あ、リールオンじゃない、レバーオンで、キャッ、さあボーナス確定でございます。今29ゲーム、
ニュージェネレーション。またチャンスアップがない。おおおマジでマジでパンク2回目いってる。ワンチャンだよ、あるよ。ニュージェネレーションを見てくださいまして皆様ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。